武蔵野市健康課です。うつ伏せ寝から寝返りまでのやり方についてお話しします。生後2ヶ月頃からうつ伏せ寝を徐々に練習することで首の力がしっかりとし、体幹も鍛えられます。うつ伏せ寝をさせる時の注意点は、授乳の直後や赤ちゃんが機嫌が悪い時は避けましょう。なるべく床などの硬い場所にタオルやマットを敷いてやってみましょう。はじめは短時間から始めてみましょう。はい、では実際にやってみます。まず床に敷いたタオルの上に赤ちゃんを寝かせます。寝返る方向は赤ちゃんが普段顔を向けている方から試します。向かせたい方向の手を肩の高さまで上げます。足の付け根を曲げて骨盤をゆっくり回してうつ伏せになります。この時に赤ちゃんの手が胸の下に隠れてしまっている場合は胸の横まで持っていきます。お顔が持ち上がれば正面から声をかけてあげてください。もし持ち上がらなければ顔は横向きで大丈夫です。この時は音を鳴らしたり名前を呼んであげるのも良いかもしれません。またお顔が持ち上がらなければ丸めたタオルを胸の下に入れてあげると安定します。うつ伏せ寝の終わり時の目安はありますか？激しく泣き始めた時や持ち上げていた頭をガクンと下ろした時、寝てしまった時は終わりにしてあげてください。次にうつ伏せ寝から仰向けに戻していきたいと思います。お顔の横に手が伸びる赤ちゃんであれば戻りたい方の手を上に伸ばします。まだ伸びない赤ちゃんの場合はそのままで大丈夫です。骨盤と首を支えてあげながらゆっくりと仰向けに戻していきます。赤ちゃんの中にはうつ伏せ寝が苦手な子がいます。何回かやってみてもできない場合は無理をせず、大人の胸の上に赤ちゃんをうつ伏せで乗せてゆっくりと大人が倒れてみてもいいかもしれません。不安のある方は縦抱きからでも大丈夫です。